にちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、ナースウォッチの電池交換すぐできますので、そのことについて説明したいと思います。ナースウォッチって腕時計じゃなくて、お仕事からね、こう腕にかけられないと思うんで、これ胸ポケットにこうねつけていただいて、こういう感じで胸ポケットにつけるんですよね。でこういうふうにこう見ていただく、こういう時計なんですけど、これ電池交換の対応できますので、もうすぐできますので、ね、お仕事の時やっぱりこうないとやっぱり不自由なと思いますのでね、そういう場合もこういうね、電池も小さくした国産の腕時計用の電池きちっと使いますので、そういう対応すぐできますので、どうかよろしくお願い申し上げます。